ロド州の地元当局によりますと、コロラド州では今年の8月以降、山火事が相次ぎ、10月半ばに発生した火事は今も770平方キロメートルの広い範囲にわたって燃え続けています。火事はロッキー山脈のロッキーマウンテン国立公園にまで広がり、地元当局は公園を全面的に閉鎖しました。さらに麓にある人口およそ6300人の町も、この町の住民に避難命令を出しました。10代の夫婦2人の遺体が見つかっています。アメリカ西部では今年の夏以降、カリフォルニア州やオレゴン州などでも山火事が相次いでいて、その放出面積は史上最大の規模となっています。海外安全情報でした。